西口ホーム、相川駅は、大阪府大阪市東淀川区相川一丁目にある、阪急電鉄京都本線の駅である。駅番号は、HK-65。開業時の駅名は、水田町駅であったが、千里線の水田駅との兼ね合いなどから、幾度か駅名が変更されてきた。相川駅の名は、駅近くを流れる相川に由来する。森土城に、 島式ホーム2面4線を有する高架駅で対比設備を備えている。ホームは改札外の会場となっている。改札口は京都河原町寄りの東西双方向きに設けられている。かつては周辺の高校生と専用の出入り口が京都側にあった。内側2線が主本線、外側2線が対比線である。朝、夕、夜には当駅を始発とする。 下り列車が設定されている。2019年度のある特定日における1日、上行人員は2万1425人である。近年の1日の利用状況推移は、下記の通り、東西ともに、駅から放射状に道路が伸びている。列車は当駅を挟み、すぐ北で藍川、南で神崎川を続けて渡る。また、藍川は当駅の南西で神崎川に交流する。 駅の西側は、大阪府道151号相川停車場線であり、阪急水田駅方向に伸びている。この道路は、駅を出て、すぐに、相川をまたいでいる。新京阪橋阪急バスの阪急相川駅バス停が、駅西口の路上に、大阪シティバスの相川駅前バス停が、東口付近にそれぞれ設置されている。阪急バス、大阪シティバス歌手の合川七瀬の芸名は、 当駅名に由来すると紹介されることがあるが、相川本人はこれを否定している。括弧内の英数字は、駅ナンバリングである。ありがとうございます。